こんにちは作りかけの倫理プリントをちょっと実況中継していきたいなと思います実況中継っていうかねまあなんか公開していきたいなと思いますこれでまあちょっと説書き込めるのでこれでまあ解説しつつねこれをあの URL で概要欄に貼っといたのでそれをちょっと飛んでみれば見れますでそれでこう僕が作業して更新した時にはちゃんとそれが反映されるようにしますのでまあまあそれでねこうプリントができていく様をちょっと楽しんでいただければまあこの最初 源流思想のとこなんですけどここらへんもうちょいちゃんと書きますちゃんと書く後回しにしてるだけですでこれでまああれ ?1 枚しかないうわーミスったかこれで1枚目のページしかなんだちょっと待ってこれでうまいこと言ってなかったのかなそんなバカな話があるかおいなんとかしてくれえあなんだそうかそういうことか 右のページにあるだけでしたね。これがまず1ページ目ですね。これ、ギリシャ思想の記念すべき1個目。僕、プリントで、プリントワードで作ったんですけど、これ初めてだったのでね、最初は操作が大変でしたね。まあ、こんなんで、まあ、表とかやりつつね。で、スタイルとしては、こうね、丸いくつとか書いてあるじゃないですか。これを、あの、授業で、普通にこの辺には触れずに授業するんですよ。で、こう、はあはあはっつって、こう、 受けけててるる側これれれれででで授業を聞聞くわけですよよそれで話聞いてれば埋められるようにしますああなるほどねっつってこれギリシャ神話かみたいなあやべこれ狭いなあとからちょっとや,やり直しとこうギリシャ神話かみたいな感じでこう例えばまあどんどん埋めていけるようにしますでもこれで埋まらない場合もあると思うんですよ埋まらねえなーみたいなこれなん,なんだよくわかんねえぞこれ丸に何なんだってなったらこれはねちゃんと概要欄にね概要欄とあとコメント欄まあコメント欄かなコメント欄のとこに なんか貼っときます答えを。1何々何々、2何何みたいな感じでね。これだから、こう授業を聞いてる側もね、集中し,し、なんかせざるを得ないというかね、こう集中してこれを埋めるように、とりあえず聞くと。埋めれなかったらまあ答え合わせも一応できますよみたいな。こんな感じにすれば授業中にこのプリントに全く触れなくても別にいいじゃないですか。で、そうしたら、こう、初めて見た人でも一応わかると。あこういう風な表ね。これはあの、なんか資料集にあったやつですね。 資料集にあったやつをこれなかなかわかりやすいなと思ったのでそのまま持ってきましたこんなやつをなんかうまいことね図とかを足していこうと思ったんですけどねこんな感じの図でわかりやすい資料集の図が思ったよりなくてちょっと序盤しかやってないんですけどちょっと消滅しかけてますこういう感じのでもなんかわかりやすい図みたいなやつはねやっぱ入れていきたいんですよねこううん最初の方慣れてないからかちょっと味気ないなプリントが。 ちょっとっとそけないかもなんかまあなるべくミスらないように頑張ってやりましたねこうこうなんていうか変な誤解を生むようなことないようにみたいなソクラテスただったら例えば「無知の地」っていうので無知の地のとこでちょっと誤解あったりするんですよなんかソクラテスは無知の地に気づいてそれでなんか俺は。 知らない分他のやつより賢いんだみたいなマウントを取ったみたいに思ってる人とかいるんですけどちょっとそういう意味じゃないしそこらでさそもそも無知の地とか一言も言ってないんですよまあその辺とかもね説明していきたいなと思うんですけどまあいいかあこれですねこの辺はなんか実際に iPad で直で書き込んだやつですねこれで書き込んだら楽なんじゃないかみたいな感じでいろいろ試行錯誤してた時ですねでちょっとごちゃついてるかもなうんまあまあまあでもこういう図とかは多分 ないいよよりはあった方がね見やすすと思うん分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。この時はねあのワードでね図でやるなんか地獄みたいのがあってこうちょっとなんか一個一個別の図形になっちゃうんですよ。でそれで開業とか上の方でしたらなんかこう変な風にガシャ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 ってずれたりとかしてもうなんか地獄だったのでそれを。 なんかやめようと思って手書きしたんですけどこれより後にねパワーポイントで別で作って図で貼り付ければそんなことならないっていうことに気づいて教えてもらったんですけど友達にだからなんかこういう感じの図をで手書きみたいなちょっと減ってきますこの後あとあなるほどこういう図ですねこれも資料集からパクってきましたエイドスロンうんまあまあまあこの辺とかもちょっとまとめるのに頑張りましたね アヘルニズム思想ねこういうなんかこの辺なんか変な風に開いてるじゃないですかこの辺はこう世界地図みたいなのを描こうと思ってますこうアフリカやべえ全然めっちゃ下手くそな,なんだこれちょっとアフリカってみたいなこの辺ギリシャでみたいなちょっとやべえやべえ地図になっちゃったこれでなんかアレクサンドロス大王ってのがいてそいつがとんでもない地域支配した,したんですけどそれをちょっとまあそういう世界地図みたいに入れようと思ってこれ面白いっすよアレクサンドロス大王がいかにやべえかっていう こ,うここギリシャだとしてあなんかこれやべえちょっと意味ないなこの図 <laughs> なんかまあこうヨーロッパがねこうなんかあるじゃないですかでこれでアフリカあってでインドあってみたいな感じじゃないですかで日本はまあ大体サイズ感的にこんな感じかなこれくらいなんですもうちょい小さいかもなまあ、これだとしてそしたらねあのアレクサンドロス大王はねなんかこれぐらいこれぐらい支配しましたもうこれくらいやばい土地をね支配したっていう。 <laughs> そういうね図を入れようと思ってます。まあこういうちょいちょいね手書きの図みたいな。でキリストがみたいな。この辺にはね後から図とか入れようと思ってますね。俺絵が好きなんですよ。絵が好きで。絵が得意なのでこうちょいちょい入れていったらいいですよねイラストとか。キリストのキリストだったらまあキリストのイラストとかねイエスのなんか分かんないですけどまあ雑に書くとなんか。 例えばこ,こんな,なんかプリントにあったらねちょっと盛り上がるというか圧力けるじゃないですか文字だけよりだからこれで書いてってあとから絵を書き足していきたいなみたいなふうに思ってます武器をねあちなみに僕はねこの区切りが悪くなるようなところで切ってますね間違えた区切りが良くなるようなところでもうたとえ途中でもね次に飛ぶようにしてますこれであのー 1>, 1, 1ページ1授業にしたいんですよ。で、そうして、僕のこれ、アイディアというか野望なんですけど、この辺にね、QR コードを載せるんですよ。QR コード。で、こんな感じのプリントにしたくて。で、そしたら、例えばこれで勉強してるじゃないですか。うーんっつって。あれこれ、ウパニシャットテがこれ、意味わかんなくねってなったとするじゃないですか。なんなんだろうこれってなったら、もうスマホ出して、で、この UR コードペッて読み込んだら、もうこの、 1>, 1ページ1行だからこのページの授業がポンって出るという作戦ですこの動画でこれを解説して動画に飛ぶというこれ結構天才じゃないですかこれ天才だなと思って俺まあ最初は一見無理なんですけどまあまあなんかうまいことねやっていきたいなとああこれブッダねこのブッダってね激ムズなんですよブッダのところこれだからうまくまとめたと思いますよ慣れてきたせいかね心なしかプリントが綺麗になってきてますね だからまあなんか一周全部作った後にバージョン2というか序盤の方の作り直しみたいのも後々やるかもなでもまあ内容自体に問題があるわけじゃないのでまあいいかなっていう感じはしますけどデザイン的にねデザイン的にちょっと最初の方のやつの方がっていうあ後の方に作ったやつの方がねっていうあこれ仏教の発展ねあこの辺もまあなんか図とか入れますけど北伝仏教南伝仏教でなんかこうってなんかまあ日本とかあった時に北伝南伝みたいな それ,ぞれとかかここに入れてみたいな感じですか、ね、ですね中国思想に入ってこうしてみると僕も結構頑張ったな結構作りましたねこ15ページ目か今で今朱子学なんですけど朱子学が僕なんかまあ別に分かってるつもりだったんですけど教科書とか読んでたらなんか厳密な意味よく分かんなくなってきて今勉強中ですね意外とこのね勉強に時間かかるんですよねなんかうん別にテストやれば解けるんですけど僕でもなんか 説明しろって言われたとき、間違ったこと言えないじゃないですか。やっぱ間違ったものを配信したくはないので、なんか、もしね、間違ったことをね、授業で言ってたら、その動画はもう削除します。僕のポリシーとして。なんか間違っててもコメント欄ですいませんみたいな感じで謝るだけで、こう、済ますみたいなことはちょっと僕や、なんか嫌なので、それをしてしまうと、YouTube の、なんていうか、この YouTube の信憑性、 っていうか正確性危ういよねみたいになって結局前に進まないと思うのでその辺はちょっと結構シビアにやりたいです。まあでもあの何て言うかねちょっとしたミスとかは別にただ謝るだけで済ましますけどね例えば漢字ミスってますとかなんかちょろっと言い方ミスってますみたいなことぐらいだったらまあちょっとしたミスとしてコメント欄でまあパッと訂正するぐらいでいやこれは結構これ重大なミスじゃないかみたいな。 これ違うし何言ってんのいなんか理解浅くねみたいなそういうこと言ってたらもうそれ削除しますそれでなんとかねこう間違いのないやつを作りたいんだよねで、まあ、これでえー、プリント作ってってうまいことやっていこうかなプリントは、まあ、構成としてはねこうなんかまあ例えば減流思想ですって言ってまあ20枚ぐらいこうあるわけじゃないですかでそれでまた西洋思想ですみたいな感じで 一応これ全部通し,通してるんですけどもう別でちゃんとできるようにね調査仕事にファイリングできるようにもできるというなんか青年期とかなんかね先にやるか後にやるか微妙なとことかあるんですよそういうところとかも順番入れ替え可能なようにしていきたいですね基本的にはでそれぞれのなんかタイトルのとこにこう源流思想の QR コードを 再生リストの。西洋人の QR コード、日本人の QR コードみたいな。で、それぞれまとめ。で、全体の表紙に、チャンネルの QR コードと、あと、なんか、俺が渾身の絵みたいのを描いて、うまいこと表紙みたいにしちゃいます。のびねこチャンネルのマークと。これでいい感じにね、全体としてさし、なんか、うまいこと察しできるんじゃないですかね。ちゃんとこう、とじしろ作ってます。これで、片方にちゃんとこうスペース空けてます。こっちより明らかにスペース多いでしょ。 だからこうちゃんとこうホッチキスとかなんかパンチで穴開けて止めるみたいなことをなんかできるようにしてます。これでもねそんなことしたくないというかただファイリングしたい人もいると思うのでそういう人用にこう閉じしろがないバージョンも作って2パターン配信しようかなと思ってます。でそれはあのホームページ作ります。のび猫のホームページ作ってまだ全然作ってないですけどこれでなんか例えば「源流思想」PDF なんちゃら。 でなんか余白ありバージョンなしバージョンみたいなで全体全ての PDF なんちゃらみたいな感じでこうサイトに飛べば PDF がなんかちゃんと見れるようにしてでそれで各過程で印刷するというふうな感じにすれば事実上完全にテキストってね皆さんの手元にいくんですよ。で僕が追加でやろうと思った音とかそういうこともね発信できるし。 追加情報みたいなのもいけるしね。と思うと僕ね、テキストとかよりね、間違いさえなければ、間違いさえなければ、めちゃくちゃ優秀だと思うんですよね。だからこれで実現可能なんじゃないかと。これ見てたらね、結構学校のプリントっぽいじゃないですか。だからこれでうまいことやっていきたいなという感じですかね。この動画最後まで見てくれてありがとうございました。頑張りますのでよろしくお願いします。頑張る。イエーイ。